こんにちは。痛みの窓口丸目接骨院の丸目です。今回のですねこの動画ではですね、お尻の筋肉のね、ストレッチなんですけども、特にお尻の筋肉でも深いところにあるですね梨状筋というね、筋肉のストレッチ方法について、お伝えしたいと思います。で、実際のですね筋肉なんですけれども、お尻の筋肉っていうのはですね一番表側の筋肉ですね、こんな感じで大きくついてるんですけども、この筋肉の奥ですね、この筋肉を取るとですね、こういう形でね、筋肉があります。深いところにある筋肉ですね、これ梨状筋って言いますけれども、この下にですね、座骨神経、通ってるんですけれども、お尻の痛みとかですね、しびれ感ですね、足の、あと股関節のね、硬い方なんかはこのストレッチは特に有効じゃないかなと思いますので、ね、そのストレッチの方法についてお伝えしたいと思います。で、やり方なんですけれども、こういう形で上向きで寝ていただくんですけれども、例えば右側のお尻のねその梨状筋の筋肉をストレッチする時なんですけども、まず右膝を立てていただきます。で、反対の足でですねこの膝の外側に引っ掛けてですね、体は背中をついたまま、足をこういう形でね横に倒していただきます。そうすると梨状筋がすごく硬い方っていうのは、ここのですねお尻の奥の方の張り感を感じるかと思います。こういう感じですね。で、それからこのストレッチした時ですね、太ももの特に外側の筋肉ですね、固まってる方はこの外側のラインもですね、ちょっと突っ張り感というかですね、張ってる感をとても感じるかと思います。なので、太ももの、ね、前の特に外側の筋肉がですね張っている方にも、有効なストレッチかなというふうに思います。だいたいストレッチはですね30秒から60秒ぐらいですね、かけてやっていただいて、特に硬い方は60秒ぐらいかけていただければなと思います。はい、では、今回の動画は以上になります。ぜひですね、やってみてください。